現在、南シナ海において、アメリカ原子力空母打撃群に監視されている。中国空母遼寧。今回、なぜ、こんなアメリカの監視下に入ったのかを、詳しく見ていきます。明らかに、軍事力に差があるけど、中国の空母、遼寧が、沖縄本島と宮古島の間の海域を通過しました。また、長崎沖では、中国駆逐艦の姿を発見しています。全くもって、困ったものですが、そんな中国の動きについて、詳しく見ていきましょう。もちろん、中国側も、日本のデータを取っているでしょうが、一方通行ではありません。こちらも中国のデータはしっかりと取っています。遼寧などの艦艇が日本領海を侵犯した事案について説明します。防衛省によると、この事件は2021年、4月3日から4日にかけて発生したそうです。中国海軍の空母遼寧と艦艇5隻、合わせて6隻からなる艦隊が沖縄本島と宮古島との間の宮古海峡を通過しました。事実を知った海上自衛隊の護衛艦と哨戒機が中国艦隊の行動を追跡しているという内容です。この事案について、加藤官房長官は翌5日に、記者会見を開きました。その席上、遼寧以下、中国海軍の艦隊が、宮古海峡を南下した。この動きについて引き続いて注視しながら、警戒と監視を、継続していくと述べました。今回中国艦隊が通った宮古海峡ですが、地図を見れば一目瞭然、日本の排他的経済水域なのですが、公海部分の広さがある海域なので、公海扱いとなっている水域です。ですから、外国軍艦が通過することについては、国際法上の問題はないとされています。と言われても、領海ギリギリですし、操業している漁船もいます。そのそばを軍艦が通過されたら、誰だって嫌ですよね。軍艦ですから、身の危険を感じることもあるはずですし。実は、遼寧が宮古海峡を通るのは初めてではありません。昨年2020年4月にも空母打撃群と思われる艦隊が往復していました。それから1年経ちますが、今回は6回目です。防衛省は中国軍による海洋進出の動きの一環の活動と見て、この艦隊の動きに警戒の目を緩めません。今回の通過については、艦隊の中に補給艦が含まれていることから、太平洋である程度長期間の訓練を実施するのではないかと推測されています。また、4月16日に日本の菅総理とアメリカのバイデン新大統領との首脳会談が予定されていることから、それに対する牽制の意味があるのではとも言われています。また、中国海軍の動きは、宮古島以外からも報告されていました。自衛隊統合幕僚本部によると、4月3日午前8時頃、長崎県の五島列島沖合にある男女群島の南西約 470km 付近で、遼寧を含む中国艦隊を、
発見したそうです。海上自衛隊護衛艦スズツキ B1 および B3C 哨戒機を即時に派遣して追跡、監視していたもので、これらの護衛艦や哨戒機に向けての敵対行動はなかったということです。4日午後には、中国の哨戒機が宮古海峡の公海の上空を往復しました。このため、航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進して対応しました。この哨戒機についての詳細情報は不明ですが、中国海軍に配備されている Y9 ギガ哨戒機と思われます。目的は、宮古海峡付近に出動していたと思われる。海自の潜水艦の動向を探知することだったと推測されています。空母遼寧の過去について紹介しましょう。この空母は中国で製造されたものではありません。古い話になりますが、旧ソビエト連邦が事実上崩壊したのは1991年平成3年のことでした。ちなみに東西ドイツ統一もこの時期でしたね。旧ソ連のリーダーゴルバチョフ書記長の苦悩に満ちた顔、後にロシア初代大統領エリツィン氏の自信に満ちた顔が日夜報道されたことを覚えていらっしゃる方も多いでしょう。個人的な意見ですが、大酒飲みであっても陽気で堂々としたエリツィン氏がゴルバチョフ氏より先に亡くなるとは意外でした。さて、ソビエト崩壊時、アドミラル・クズネツォフ、旧空母ヴァリヤーグは建造途中でした。連邦崩壊に紛れてウクライナがこの艦を保有したとされています。中国は、マカオにある中国系民間企業を通じて、スクラップとして、この艦を購入したのです。格安だったと言いますから、きっと買い叩いたのでしょうね。空母としての船体はほぼ完成していたので、中国本土でカジノとして利用するという名目での購入だったそうですが、外国への進出を強め始めていた中国を見ていた人で、この目的を信じた人はほとんどいなかったのではないかと思われます。証明となったのが、マカオにあるはずの中国系民間会社の存在でした。この会社は、実体のないペーパーカンパニーであることが、後に発覚しました。最初から、中国は空母として使用するために買い入れたことは、明白だったのです。ウクライナは、黒海に面した国です。地中海やインド洋、太平洋を通って、ヴァリヤーグを運ばなければなりません。通過する国々も素直に、そうですか、はいどうぞお通りくださいと、通過させるわけにはいかなかったようです。中国に反感を持つ国もありますし、アメリカへの忖度で、通過させなかった国など、様々な問題があったようです。しかし、難問をいくつもクリアして、2002年3月ヴァリヤーグは中国東部の都市大連に係留されました。2008年末に空母建造計画を発表した中国は、練習用空母として運用を開始し、ロシアから SU-33 戦闘機を艦載機として購入しました。2011年8月完成、
翌2012年9月に海軍に引き渡されたバリヤーグは、新たに遼寧と命名され、中国海軍初の正規の空母として、就役することになったのでした。中国海軍は、遼寧建造の経験とノウハウ蓄積に自信を持ったのか、2隻目の空母3艘を2019年12月に就役させました。続いて、3隻目を上海で建造なかと言われています。中国は今後も空母の建造を計画しているようですね。また、これらの正規空母とは別に、強襲揚陸艦の建造も進めています。075型と呼ばれる強襲揚陸艦は、アメリカ海軍のワスプ級と同等の、排水量4万トン級の大型で、30機以上のヘリコプターを搭載できると、言われていて、2019年9月に1番艦が進水し、すでに2番艦の建造がスタートしているということです。世界の軍事情報に詳しい筋では、中国海軍はいずれ垂直離陸機 VTOL を開発し、この強襲揚陸艦を軽空母として運用することになるだろうと推定しています。上記のように、中国海軍の軍備の増強スピードを恐ろしいほどの速さと言えましょう。海上自衛隊は護衛艦出雲、加賀を空母へ改修する計画ですが、この2艦の改修が終わり、F-35B 戦闘機の運用がスタートされる予定の2030年頃には、中国海軍は50機以上、搭載可能な正規空母を6隻保有する強大な海軍として東シナ海や南シナ海に君臨しているかもしれません。強大な軍事力を背景とした中国は、東アジア海域において従来以上に強引な進出を進めてくることになるでしょう。最近の尖閣諸島近海における中国海峡局艦船による領海侵犯、台湾領空への多数機による頻繁な領空侵犯、フィリピンの排他的経済水域内での謎の漁船集結からの人工建造物の建設などなど、中国の傍若無人な行動には目も当てられないといった感があります。海峡局に至っては、自分たちの都合のいいように法律を変え、武器使用も OK という改正をしました。このような行動から推理できるのは、非常に危険で不愉快な未来図です。まずは、日本領の尖閣諸島へ上陸し、実効支配してしまうこと。次に長年の因縁があり、自国領と言い張っている台湾へ侵攻し、占領してしまうこと。そして、南シナ海における九段線を実質的に支配するによって、一方的に中国の領海としてしまうこと。この三つが同時に動き出す可能性があるということです。軍事力も十分にあり、兵力、人口も十分にある中国なら、これらの地域に、同時に人間を動かすことも可能でしょう。もし、中国がこれらの動きに出た場合、アジアの当事国同志国が連携して、揃って中国に対抗できるでしょうか？現状では無理でしょう。そして、頼りのアメリカ軍が、この全域に対して、
同時に対応できるとも思えません。ハワイの基地から駆けつけるにしても距離がありすぎます。したがって日本は我が国単独で領土である尖閣諸島を守る必要があることを強く認識しておかなければならないと思われています。